はい、皆さんこんにちは、チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。今日もですね、仮想通貨のマーケット非常に大きく、上昇をしておりますと。で、背景としましてはマクロ関係のまた非常に大きな、まあ、重要なニュースがいくつか出てきておりますので、そういったところを中心にまずは見ていきたいと思います。で、その後にですね、仮想通貨関係のニュースというのも見ていきたいと思うんですが、まずは一旦ちょっと全体像というのを確認していきましょう。で、ビットコインの今現在価格なんですけれども、2万800ドル近辺で推移をしております。で、まだまだですね、まあ、1年間のチャートというところで見た感じでは、まあ、そんなに大きな上昇には、なっていないかもしれないんですけれども、まあ、ここ最近の非常に小さなボラティティと比較すると、ちょっとまあ大きく動いているのかなというような感じですね。で、かつこの2日連続の上昇というところがやっぱりマーケットとしては、まあ、ちょっとその期待感を持たせてくれるような状況かと思っております。で、同様にですね、イーサリアムも上がっているというか、まあ、イーサリアムの方が上がっているんですけれども、この両方ともですね、基本的にはショートカバーなんじゃないかなと思います。で、前回の動画でもご紹介をしたんですけれども、今非常にですね、マーケットの中には、特にイーサリアムで、ショートがですね、ずっとこの何ヶ月ぐらいか溜まってきてたんですよね。で、それをですね、巻き戻しているような感じになるので、ビットコインよりもイーサリアムの方が、まあ、上昇幅が非常に大きいというところが、まあ、1点、ポイントとしてはあるんじゃないかなと思います。で、そんな中なんですけれども、まあ、やっぱりですね、継続してここ最近非常に、特にビットコインについては、非常に底堅い動きというところもあったので、一定程度スポットの買いっていうのも入ってるんじゃないかというふうには言われてはいるんですが、まあこの上昇はですね、僕は短命にちょっと終わるんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますと。で、もしかすると今回大きく上昇したことによって、ここ最近ですね、ずっと固定されていたこのフロアのプライスというか、まあ底値っていうところを割ってくる可能性も、まあ一定程度あるぐらい、まあ一旦ポジションの解消がされてるんじゃないかなと思うんですよね。で、今からですね、その背景っていうのをちょっとご説明をしていきたいと思います。で、まずは今日何が起こっているかっていうのを、為替のマーケットを見ていきましょう。まあ、為替というか金利ですね、マーケットを見ていきましょう。で、10年債の今金利が大きくまた下落をしてきておりますと。で、これは、ここ最近、まあ皆さんも注目されているであろう、次の FOMC、そして12月の FOMC で利上げのですね、期待というのが徐々に今後退をしているんですよね。で、後ほども詳しく見ていきますが、今日はそれにまた期待を持たせるようなニュースが追加で出てきているので、今どん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 金利が下がっていって、まあ今ちょっとリスクオンみたいな感じになってきているというような今状況ですね。で、これに加えてやはり直近の金利というか、まあ、あの手前の金利っていうんですかね、2年の金利がまた大きく下がっておりまして、こういったところもまあ手前の金利 の, あの、まあ、反映として、なんていうんですかね、まあ11月12月の期待利上げ幅っていうのが縮小に向かっているというのは、こういったところにも反映をされているというような感じかと思います。で、それを受けてですね、一つやっぱり注目をしておきたいのがドルインデックスですよね。ここが直近のですねフロアというか、まあ、底値というのを割ってきていて、この50日移動平均線ですね、まあ、昨日ちょっとこの点について触れたんですけれども、まあ、ここがこれまではずっとサポートにはなっていたんですが、ここが大きく割れてくるような展開に今なっていますと。で、これがですね、まあ、続くかどうかっていうのが、まあ、やっぱり今後我々として気になるポイントではあるんですけれども、じゃあ本当に今このタイミングでこの状況で Fed がですね、利上げを減速できるかっていうと、まあ、正直マーケットに説明つかないと思うんですよね。で、今当然、まあ、いろんな経済指標なんかが少しずつ鈍化してきている一方で、物価上昇については全く鈍化の勢いがないですよね。で、プラスそれに加えて、雇用統計も含め、まあ、非常にまだまだ経済がものすごく強いというか、まあ、ある程度、まあ、いい状況を維持しているというのは変わってないので、これをどういうふうに利上げ幅を削減する説明ができるかっていうと、まあ、非常に難しいと思うんですよ。で、仮に11月の FOMC で75ベースポイントの利上げをして、11月の CPI もろもろ他の経済指標を見て、まあ、減速ということが決断ができるかっていうことが12月の FOMC での利上げ幅をまあ決めていくポイントになると思うんですけれども、正直 FOMC でいつもパウエルさんが言ってるのっていうのは、継続的な経済指標のまあ観測というか、まあそういった数値を見て今後のまあもろもろの経済政策、そして金融政策というのをまあ政府が主導で決めていくということをまあ申しているんですけれども、まあそういったことを考えてみると、たった一月だけ11月だけで
利上げ幅もしくはその金融政策の、まあ、若干その何て言うんですかね、まあ、減速みたいなところを、まあ、理由として説明するのってかなり苦しいんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので今この利上げ期待が徐々に後退しているような状況はちょっと僕は楽観的すぎるんじゃないかなというふうに正直思っています。で、今日ですね株式マーケットどんな感じで動いているかっていうのだけちょっと一応見ておきたいんですけれども、今日ですね、株式マーケットは昨日、まあ、3日連続で続落していたんですが、まあ、今日は反落してるんですよ。で、一応この背景としましてはヒートマップ見てみると、まあ、このマイクロソフト、アップル、グーグル、メタ、NVIDIA、そしてアマゾン、まあ、この大きなマーケットキャップを持っているところだけが、まあ、下がってるみたいな感じになってるんですね。で、これはマイクロソフトと、まあ、グーグルの決算というところがあったと思うんですが、まあ、これらを反映して、まあ、悪かった決算だったので、マーケットで、まあ、これらの関連株というところが、まあ、一旦売られてはいるんですが、その他に関しては全体的には買われてるんですよね。なので、まあ、今日としては一応株はですね下がってはいるんですけれども、まあ、全体感としてそんなに悪くない状況に、まあ、今あるという感じなんですよね。なのでマーケット全体としては株価も仮想通貨も、まあ、結構今勢いをついているような感じになっているので、まあこの流れが続くかどうかっていうのが今後注目するポイントにはなっていくんですが、僕としては、まあ、今の状況環境とかっていうのを見てみると、まあ、ちょっとマーケット楽観値すぎなんじゃないかなと思うので、今後の FOMC を境にしてもしくはその手前ぐらいですかね、で大きくまた下げ相場に戻ってくるんじゃないかな、まあ、リスク調整みたいなのが起こって FOMC の前で、まあ、少しこの上昇が消されて FOMC の結果次第でどっちかに大きく跳ねるというようなことになるかと思いますし、もしこれが本当に50ベースの利上げに12月とどまりそうな雰囲気があるようであれば上にドーンと跳ねていく感じはある一方で、12月についてもまだまだやっぱり75ベースポイントの利上げを示唆するようなコメントがあったとすると、結構今回の下落幅についてはまあ期待感がここ最近高いということもあってちょっとえぐい下げになる可能性もあるんじゃないかなというのは僕はちょっと感じておりますと。で、ここからですね皆さんと一緒にもろもろですね、まあ、いろんなニュースとか見ていきたいと思うんですが、もう本当あと数日ですね、まあ、あと3、4日なんですけれども、まあ、ZoomX の概要欄のキャンペーン、合計で700ドル、600ドル分の、初回入金ボーナスですね、まあ、これもう本当にすぐ終わっちゃいますので、ぜひ動画、概要欄の方から見ていただけると、まあ、動画ってリンクですね、見ていただけるといいかなと思います。はい、では早速ですね、利上げ幅というところを今現在見ていきましょう。で、一番重要なのがまあ、一番というか今重要なポイントとして2月の来年2月の FOMC でどういったものが織り込まれているかというような状況なんですけれども、仮に11月12月75ベースポイントの利上げが行われたとしましょう。そこから今現在25ベースポイントの利上げの織り込み状況っていうのが大体6割ぐらいで、50ベースポイントの利上げの織り込みというのが 13% ぐらいになってきております。で、前日まではこの50ベースポイントの利上げの織り込みが 20% ぐらいだったので、まあ、かなり大きくまたドーンと下がってる感じなんですよね。で、これが連日、少しずつ後退してというような感じなので、マーケットとしては利上げの織り込みというのを徐々に減らしているような感じになっていますと。で、じゃあ12月の織り込み状況につきましては見ていただきたいんですけれども、50ベースポイントの利上げ織り込みが 55%、 そして75ベースポイントの利上げっていうのが大体 40% なので、まあ、まだまだ拮抗しているというふうに言ってもいいかなと思うんですが、今マーケットは50ベースポイントの利上げの方向に傾いているというような感じで、今のシナリオとしては11月に75ベース、12月に50ベース、2月に50ベースみたいな感じの織り込み状況に今なっているというような感じとなっております。はい、で、今日ですねマクロの観点で非常に重要なニュースが、まあ、いくつかあるんですが、2つに絞って皆さんにちょっとご紹介をしていきたいと思うんですが、まず1つですね、これが多分マーケットでかなり影響あったんじゃないかなと思うんですけれども、カナダのですね中央銀行が75ベースポイントの利上げをすると予想されていたんですけれども、これを下回る50ベースポイントの利上げにとどまったと。で、背景としては、まあ、今ですね、まあ小規模の景気後退の可能性の指摘みたいなものが中央銀行からもあったりとかしたので、このあたりがですね少しもしかするとフェットも同じような道をたどるんじゃないかということが今非常に注目をされています。なのでフェットがパウエル議長がもしくはアメリカの中央銀行の関係者が何か言ったっていうわけではなくて、
外部要因としてこういったニュースがあったので、まあ、期待がですね、まあ、高まっているという感じですね。はい、でもう一つ非常に重要なのはですね、こちらかな、こっちを見ていきましょう。アメリカのですね、まあ、新規住宅の販売件数が8ヶ月連続で減少をしていますと。でこれの背景として住宅のですね金利が今 7.16%、 これ30年間の金利なんですけれども、 7% って超えてすごくないですか。あの誰かにもしくは社債を買うときに 7% を超えている社債を買うって考えると、まあ、結構リスク高いなっていう感じは印象としてまあそこそこあると思うんですよね。なのでこの 7% の金利っていうのは、まあ、相当高くまで来ていますし、まだまだこう上昇してるんですよ。なので今後この金利が上昇していくに従って、さらにこの住宅の販売件数っていうのは減っていくでしょうし、それに従ってアメリカの景気の後退みたいなものがさらに加速していくんじゃないかっていうようなことが投資家の頭の中をよぎってですね、もしかすると早めに景気後退が来て、それで早めの物価の下落っていうのが見れるんじゃないか、それによって思っていたよりも早い金利のまあ、フェッドの、まあ、金利の、まあ、引き下げっていうことが起こるんじゃないかってことが今マーケットが期待していることですよね。ただしその期待が今マーケットに反映はされていると思うんですけれども、そのシナリオがマーケットが思っているメインシナリオかっていうと、まあ、ちょっと僕は疑問かな。でそれが今マーケットで起こっているショートカバーっていうのは、一部の人が買い戻しているだけで、みんながですね、まあ、寄ってたかって、まあ、マーケットで買ってるっていうよりも、一部の人が、まあ、買わざるを得ないので、まあ、そういったところはですね、あの反映して上がっているとは思うんですけれども、まあ、それと今このニュースっていうのは、まあ、結びついているようで、まあ、ダイレクトに結びつききれてないと思いますし、まだマーケットとしてはマクロの環境が、まあ、改善をしていくような状況には少なくともないと思うので、まだまだあの不安定な状況が続いていくんじゃないかなというふうに僕は思っております。でここからですね、仮想通貨の関連ニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはこちらですね。ビットコインイーサリアムにつきましては、この24時間ぐらいで1ビリオン以上のリクイデーション、つまりショートをしていた人たちが、まあ、あの何かしらの理由で買い戻しているというようなことが起こっているんですね。でこの24時間の買い戻しの額っていうのが、この1年ぐらいだったかな、まあ、1年か2年ぐらいの期間で、1日のうち24時間のうちで、まあ、最大規模の買い戻し額だったので、まあ、相当大きい買い戻しが入っているんですよ。にもかかわらず上昇幅ちょっと少ないなっていうふうに思いませんか。あのこれまでの大きな大暴落とか、まあ、そういったタイミングであれば、まあ、結構こういったあの突発的な売り買いっていうのってもっともっと動き出てたと思うんですよ。なのでショートカバー以外のフローがやっぱそんなに出てないというのが、まあ、このマーケットの動きの幅に出てるんじゃないかなというふうに僕は思っています。で一応ですね、ビットコインの、マーケットとしては24時間で、まあ、大体600ミリオンぐらい、出ていましたと。で、こちらイーサリアムなんですけれども、これがですね、まあ、本当に過去の、なんですか、歴史的に見ても非常に大きな幅になってますよと、まあ、ブルーのラインですね、まあ、これがトレーディングボリュームなんですけれども、まあ、かなり大きくイーサが買い戻されているのが、まあ、こういったところにも出ていますよねというのが、まあ、このチャートを見ても分かるのかなと思います。はい、まあ、このあたりは簡単に見ていきたいと思うんですけれども、次なんですが、今ですね、ビットコインの世界で一番最初に認可をされた ETF あったと思うんですが、これがですね、なんと 70% の今損失を出していると、まあ、つまりこれがローンチされた後に 70% ビットコインが下落したっていうことですよね。でやっぱこれを受けてですね、このビットコインのファンドはまだ残ってるんですけれども、他のビットコイン関係だったりとかビットコインのファンドが結構クローズしてるんですよね。でやっぱり今ビットコインに資金をですね入れたいという人がそんなに多くないということもあって、なかなかですね運用資金が集まらないというのが背景としてあるかと思いますが、やっぱり今のこの環境でじゃあお金集まらないからやめたっていうふうになったりすると、またいざじゃあお金を集めよう、ビットコイン投資しようみたいな感じになった時に、まあ次にどこに入れるかっていうと、まあ、やっぱり有名なところだったりとか、まあ、まだまだ歴史がある、あの短いですけれども、まあ、ある程度運用期間の、まあ、時間があるところとかに、まあ期間を運用しているところですね、にお金入れていくと思うので、まあ、ちょっと正直もったいないなっていうのはまあありますけれども、まあこれだけの今、まあ、ロスをですね、ビットコインのまあ ETF が出しているということであれば、まあ致し方ないかなっていうのもまあありますよね。
で、プラスこれに加えて面白いのが、市場に上場されている ETF の中でこの 70% の損失っていうのは、まあ、トップクラスらしいんですよ。まあ、なので、まあ、ある程度やっぱりビットコインかから、まあ、それだけ資金が逃げてるっていうのも、こういったところを見ると、まあ、ある程度、分かってくるかなと思います。はい、続いてこちらのニュース見ていきたいと思うんですが、シンガポールの政府がですね、個人投資家向けの規制をですね、さらに厳しくしようというのが今動きとして出てきております。で、これはまだ決定ではないんですけれども、今これ素案として出されて議論されて、今後まあいくつかもしかすると変更点あるかもしれませんが、まあ、最終的に可決に向かっていくような草案になっているんですが、ここにですね、いくつか、まあその厳しい内容が書いてあるんですけれども、まあ、ちょっと見ていきましょう。で、このルールにつきましては、クリプトの会社がですね、個人投資家に対してレバレッジ、まあ、信用取引の、サービスを提供することを、まあ、禁止するっていうふうに書いてるんですね。つまりスポットしか取引できませんと。で、まあ、これはまあ分からなくもないけど、ちょっとまあ面白みないよなっていう感じはまあ正直ありますよね。だって家買うときとかお金借りてもいいわけじゃないですか。まあ、つまりレバレッジを全くかけられないような状況になるっていうことなんですね。まあ、家買うときっていうのは一応その買った家が抵当に入って担保に入ったりとかっていうふうなすることもあるので、まあそれは違うよねっていうことも一つあるかもしれませんが、例えば他の FX だったりとか株だったりとか、あとはレバレッジかかった、まあ、ETF とかの取引っていうのはできるのに、まあこのクリプトだけちょっとできないっていうのは、まあ、その違いって何なんだろうっていうのは正直、まあ、ありますよね。で、あとはもう一つあるのが、クレジットカードのペイメントを通じたクリプトの取得っていうものができなくなりますと。で、この前提としてあるのが、個人投資家についてはクリプト のリスクをですね、全く理解してない、プラスそのリスクについて、まあ、全然真剣に向き合ってないと。なので簡単にですね、個人投資家にクリプトを買わせるのはやめましょうっていうような、まあルールなんですよ。まあこれ以外にもいくつか非常に厳しいものがあるんですけれども、まあこれだけ見てもっていう感じ正直、まあ、あるとは思うんですよね。だって本当にもっともっといろんな金融商品って既存金融の中でリスキーなものっていっぱいあるんですよ。にもかかわらず、まあ、このクリプトを全然もう投資しない方がいいですよみたいな前提で、まあ、ある程度規制を、まあ、強めていくっていうのは、まあ、正直どうなんだろうなっていうのは、まあ、僕は思いました。で、これによってもしかするとクリプト関係の、まあ、特に個人の投資家ですかね、がシンガポールから出ていく可能性っていうのは、まあ、十分あるかなと思いますし、ビジネスをシンガポールでクリプト関係でやることについて、再検討をするようなところも、まあ、出てくるんじゃないかなと思うんですよね。なのでまあこれがそのまま草案が可決して通るっていうことはないと思うんですが、まあ、本当にこれでシンガポール、まあ、いいのかなというか、まあ、大丈夫なのかなというのは、まあ、ちょっと思ったりはしています。ただし、まあ、これはですね、機関投資家には該当しないので、機関投資家がこの、まあ、マーケットから出ていくってことはないと思うんですけれども、まあ、やっぱりこのクリプトのマーケットとしてシンガポールが、まあ、規模として、まあ、縮小するってことは、まあ、間違いないんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりは少し、まあ、厳しい内容にはなるのかなというふうには思っております。まあこれが正しい正しくないっていうのはないとは思うんですけれども、株とか、まあ、FX とか比べると、まあ、あまりにもちょっと厳しいかなという印象は、まあ、あるかなという感じですかね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。株価は、今日は、まあ、全体的には指数としてはまあ下がっているんですけれども、まあ、株価も仮想通貨も盛り上がってきて、金利も下がってきてですね、まあ、非常にリスクアセットが元気になっているような環境ではあるんですけれども、まだまだ非常に不安定な状況は続くと思いますし、まだその状況が大幅に改善を短期的にするというような局面ではないと思うので、引き続きですね、気をつけて資産運用を継続していただければと思っております。まあ、あとはですね、このチャンネル、こうして毎日毎日皆さんのために、まあ、いろいろとコンテンツ探して、提供を今後もさせていただきたいなと思ってますので、応援してもいいよという方がもしいらっしゃいましたら、チャンネル登録やあとはグッドボタンも押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。